グローブオリジナルチャックドリフト、アーバーやボール盤主軸などにジャコブステーパーで接続されたチャックを簡単に取り外せます。チャックとアーバーなどとの隙間にチャックドリフトを挟みます。その際、チャックドリフトは研磨されている面同士が噛み合っている状態にしてください。その状態でチャックドリフトの片方を地面や硬い面に垂直になるように設置させ、もう片方のチャックドリフトをハンマーなどで叩いてください。叩くとチャックが外れますので、2人で作業を行い、外れたチャックが落ちないように十分に注意してください。次のような場合はチャックドリフトはご使用になれません。チャックとアーバーなどとの隙間がない場合、チャックに打ち込まれているアーバーやボール盤の主軸の外径がチャックドリフトの割寸法より小さい場合、またはチャックドリフトの割寸法との差が小さく引っかかりの少ない場合、ホルダーやチャックを衝突させた場合など、強い力で入り込んでいる場合、ご不明な点がございましたら事前にご相談ください。チャックドリフトはジャコブステーパーのサイズごとに4種類ラインナップしております。